抜けない、たどり着くまで走り抜けるんだ、行けマリオ、お前が行く先にピーチビーが待っている、お城でケーキを食べるんだろう、行け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 、ということで、まあスター70枚ないから無理なんだけど、これが確かね、なんかね、こうやってこれいけんのかな、っていうのがなんかできるらしいんだけど、あの一回もね、あの成功したことがないので、まあ僕はもう無理だなということでやめておこうかなと思います。ということで届かなーい、ここに入るの結構手間なんだよね。よいしょと、ほいっと、ほい、あ、今回一発でスッといけたね。はい、ということで続きやっていきましょう。3階でございますね。とりあえず3階で、まああのあとね、こっちで2枚とで、ちょっと待ってね、めんどくさいからもうこっち行っちゃうか。やっほい、よいしょ、シュルシュルシュルリー、おめえ怖えのがいるな、まあ、おめえ踏んだらちょっとなんかいろいろとお得なことがあるんだけどさ、踏めたらの話だけどな。ということで100でこっち来て、おめえのお乳は俺が買えてやったんだ、お乳は買えるってなんだなんだってことは、ママの母乳はおめえがゲットしたからってか、でも日本語になってねえでわけわかんないこと言ってんで、ベロ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 とベラー、ベロとベラー、ベラとベローだったっけ？ほい、よいしょと、ほい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 。で、こっちピョーンと飛んでって、もう一個飛んでって、セサミーストリートー、オッケー。で、これこっちでいいのかな？あ、なんかこっちになんか2つあったんだっけ？ 1 個だっけ？ 2 個だっけ？ 3 個だっけ？もうとりあえずここに6個ぶちかまして打ってくれれば、それで私の勝ちー！ああ、おしまいでーす。さあ、火を吹くなら吹き上がれ、ブーおー。今です。はい、オッケー。さあ、これで何個目だ？ 2 個目です。ゲット、ありがとうございまーす。ありがとうございます。パッパッパッパ、アスリチック。違う、風切る巨大ブランコ。あー、かっこいいね。ブランコで風を切るってなんかもう、スーパースターじゃん。あ、マリオのことか。相変わらず帽子がねえんだよな。どこ飛ばされてったのかな。はい。で、残りのね、残機数をご覧いただいたらお分かりの通りで、ちょっと連続撮りをさせていただいてます。たまたまですね、ちょっと連続撮りができるね、環境が整っていたっていうことでございますんで、はい、とりあえず、じゃあ、お前を踏んでピョン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 したいんだけど、ピョン跳ねしたいんだけど、はい、オッケー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 、はい、おいで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 やばい、そういうことも待ってるのね、さよならバイバイ、ヒュー、いって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 、あ、ちょ入れない、ステージにすら入れない鬼畜の修行でございます。タラッピッポチョッピーはぁ、ということで、まあもう一個のアスレチックをクリアしたら、じゃあもう降りよっか、ヒュー、いいね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 いろいろ省略できて楽でございます。楽じゃなかった、痛い、ちょっと待って、お前はなんだ、お前もスターか、違うな、あ、ありがとう、ちょ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 、お前来てくれない、式なのか、逃げるな逃げるな逃げるな、キノコ、ちょ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 っと待ってね、この微妙な塩梅がね、じわ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 、ぴょん、オッケー、よいしょっと、ぽい、オッケーなからの、ほい、俺の実力は俺がよーくわかっている、なぜならイコール俺様だからな、キャホー、じわ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 、ゆい、よいしょ、オッケー、よいしょ、もう超飛んでって、さあ帰っておいで、いたチョコー、というかどちらかというと、これこいつはモナカジャンボー、アイスモナカ、なんで近づいたの、見えないけど大丈夫、よいしょ、あー、嘘だろ、なんでそこで飛ばなかったんだ、このポリゴンやが、マジかよ、おまんまんクイーンや、ご飯が失敗、パラッパッベベッティーストーチ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 ーちょっと待って、ちょ、ね、カメラワーク結構ね、かなり難しいんですよね。ピュイッということで、ふいっともう一丁飛んでって、ほいー、よいしょー、よいしょー、オッケー、ここまではサクッといってますね。横向きにしてた方がいいのかな、横チンはみ出、横チンはみ出しでっか、危ない
そんなデカいたっけ。ハイパンデカならいた気がするけど、横チンがはみ出てるかまではわかんない。やっふー、落ちたからには仕方がないと。おいー、シャコ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 。いやなね、普通にね、この登り方ができる時点でもマリオってやばいのよ。あ、まあまあ、ホップステップジャンプができる時点でもやばいんだけどさ、てかもうマリオがやべえんだよ。マリオという存在がもうね、スケトウダラなんですよ。スケトウダラって言ってね、やっぱりな、醤油でね、醤油とみりんと酒で煮込んだら美味しい。ブエット、はい、とりあえずキノコ、キノコにキノコをぶち与えましょう。あー、パラパラパラ、松茸飛んでって飛んでって、こっちに行って、ポールを掴んでポールダンス。さあ、一枚一枚脱いでいこう。まずお帽子から、あー、もうすでに脱いでたんだよね。ということで、こっちに向かっていってピョーンと飛んで、アイを掴んで、はい、さらに振り子で風を切って、ブランコジャンプはまだ早かったからもう一回振って、はい、でくるっと持って、いっと、ピョン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 、はい、ちょっと待って、ちょっと、今です、今です、そしてくるっと、引っ掛けのからのピョインと飛んで、赤い炎が引っ込んだところで、俺の情熱の真っ赤な太陽、うぃ。何してんの、もうここまで来るくらいだったら、もういっそのこともう奈落の底まで落ちちまえよっていう話なんですけど、だが私は諦めない。何度でも何度でも何度でも立ち上がり叫ぶ。あーよいしょ。でこっちピョンとまた飛んでって、はい、風切るブランコに乗ってって、さらにウォーミングアップからの、なんでそうなった、おかしくないよ、あ、おかしくないよ、私のコントローラーが下手くそだったよ、おつざまだよ。ピョンと飛んで、はい、登って登って、ジュゲムがなぜかちょっと下火になってきているから、もうちょっとカメラワーク頑張ってくださいね。はい、腹立つそのワークの言い方。はい、果たして本当のワークの関わりつき方。グエット、はい、まだ大丈夫だよ、まだあの残機も2あるし、体力もまだ2残っているということで、はい、もうこうなっていれば私の勝ちなんですよ。そしてお前貴様ヘイホー、今回は地上を歩かずにね、プロペラを与えられたというのにね、全然攻撃力がね、火を吐くという特殊能力まで与えられているので、全然貴様の能力がね、私を殺すための殺傷能力を生かされていないということでね、まあ、残念なおつざまなんですけど、はぁ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 言ってますね、はぁ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 言っている帽子をかぶってないひげ親父、なんかちょっと可愛くない、火を吹けよ、ボー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 、あれ、ここにあれいないのか、はぁ、まあそんなこともあるよね、ということで登っていこうぜベイベー、よっふー、やっちゃ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 、甘い、甘かったのは俺でした、うんげー、危な、よかった、コイン取っといて、あ、こっち、あ、ちょ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 、ん、あ、落ちてたのか、危な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 、あのね、自分の声がうるさすぎてね、うるさすぎてマリオの悲痛な叫びが見えない、ちょっとちょ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 、落ち着け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 、ちょちょちょ、スタート位置にも戻ることができない。ちょっと待ってね。これどうするのが正解？これ無理か。もう一回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 。よいしょ。よいしょ。せー。これなんかクリアできんのか、このアスレチックは。ほい。ほい。あ、ちょっと待って。なんでお前そこで滑るんだ。逆にあれか。飛ばない方がいいのかもしれないな。たったったった。たったった。あの、ここで引っかかったらよくない。引っかかったらよくない。引っかかったらよくない。ういー、お尻から落ちているのに、そこに関してはダメージがゼロなんでございますね。もうここで、引っかかった時点でもダメなのよ。ほい。ほい。よいしょ。よいしょ。なんでそうなるんだよ。おら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 。もう、そこで地震を起こしちゃダメです。はいはいはい。威力100、命中率100のね、技はね、確かにね、魅力的ではあるんだけれども。ほい。オッケー、てるてるてる。キュービキュー、はい、ありがとうございます。ということで、このステージ3つスターを取ることができたということでございますんで、一旦ですね、もう一個の時計をカッチャンカッチャンしていこうかなというところでございますね。はい、というなんかカメラがブレているんですけど、そんなことはきっと気のせいでしょう。オッケー、きっと、チャラッペ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 ッ、全くもって時間を見ないままにね、行ったんだけど、チクタック、針の上、あ、針のでございますね。針の上で、まあ、チク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 、ちょっと早くないか、お前。チク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 。あなたのハートをチュクチュクしちゃうの、いやよいやよ、死にたくない、危ない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 、あのね、すぐに調子に乗るとね、すぐ調子に乗るとね、あのね、おじさんだからさ、まあ、あの体力がないのですよ、あの騒ぐことだけに全力を尽くしてるとね、知らない間に死んじゃうっていうね、そういう現象が起こるんでございますよ。あれ、針どこ、危ないのだけがいる、危ない炎が燃えている、あーちーちーあーちー燃えてるんだろうか、時計の針どこよ、
で、ジュゲムちょっとね、もうちょっと、そうそうそう、もうちょ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 、もう中学生なんですよ。おじさんなんだよね。あれ、ここにさ、時計って来てなかったっけ？ちょっと待って、ちら。あ、来てるね、来てるね。すげえ地味で面白くない感じになるかもしれないけど、まあまあまあ、確実にスターが取れるのであれば、もうちょっと待ちますよ。ただね、あいつに近づくとさ、またさ、あちちゃ、ちょ、おめえ動かされてんじゃないか。で、また、ジュルンって戻るんだろ？ニュルンって。あれ？ちょ、上げられた分だけ、あれ、ちょ、戻ってないぞ、あいつ、高さ変更をチェンジしてないぞ。さあ、さあ、ここまでお前は炎を来れないだろう。さあ、じわじわと、さあ、こういう退屈な時間にこそね、私のトーク力が生かされるところなのかもしれない。トーク力、生かされるというか、生かされるほどのトーク力もないくせにさ、なんかとも、あれだよね、言葉を間違えてるとこういう自滅していくことパターンなんですよね。生かすじゃなくて、試されているんですよ。いかに私がね、この退屈な時間をね、トーク力、もう無理、ちょっとコーヒー飲まして。いや、前半のさ、7、8分のさ、アスレチックの中で騒ぎすぎたせいでさ、もうね、体力切れてるんですよ。さっきからね、静電気ビリビリ野郎がオカマを掘ろうとね、後ろからね、チカ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 寄ってきてるんですよね。はい。ということで、ゲン！あら、ちょっと待って、危ねえの？もうそういうさ、もうギリギリでさ、もう焦らせちゃダメですよ、もうプレイヤー。もうほんと僕、いつ心臓止まるかわからないくらいさ、もう弱いんですから。じゃ、じゃじゃーん。でも帽子ないんだよ。探すなっちゅうに。あれ、帽子どこ行ったっけ？まあいいやって。諦めてんじゃねえよ。もっと熱くなれよ。ということで、キュイーン。どうしようかな。じゃあ、まあ、2階からどんどん降りていきましょうか。ね、で、残り13、でもね、これ、あいつは何が手に入るんだ？そう、それはね、トップオブシティのね、意味がわからないんだよね。日本語で OK みたいな感じなんだけど、ちょるちょちょちょるちょ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 、ちょんちょんちょん、アメンボプンプン、プンプン、にようよ、アメンボプンプン、アメンボが水に浮く理由は、足先から油が出ているから、え、それほんと？いや、わかんない。クソ適当。よいしょ。もう油があったら、まあ、水と油は混じらないじゃないですか。オッケー。よいしょ。ほい、オッケー。とりあえず、こいつにはやられっぱなしだから、さよならバイバイ。お前はこいつと旅に出ろ。誰だ？ピカチュウ。あ、どっちに行ってもダメなんだ。あおわわ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 。ちょん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 ちょろちょ。あっちー、ちょっと待って、危ない。こんな危ないのが待っていたとは。よし、お前だ。オッケー、これかな、これがトップオブザシティ、トップオブザ俺。ゲッ、ありがとう、てるてててぺてて、ユービ。これ、なんかあれだね、今回のパート結構サクッといってないよね。ごめんなさい、うぬぼれでした。うぬぼれでございました。だから毎回探すのちょ、本当に帽子どこやったの、マジで。あれ、これ、あれさ、もしかしてだけどさ、もしかしてだけど、お前が帽子を持ってるんじゃないの、そういうことだろ、パフ、星のう、ちょ、星じゃねえ。橋の上から見渡せば、スターが待っている。じゃじゃじゃ。じゃらぱっぱっぴぶ。ぱぱぱっぱっぴぶ。ぱらぱっぷ、すぺっぺっぴぴ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 。あのね、喋ることがなくなると、ね、こうやってね、歌を歌って痛い！ごまかすとこういう痛みに遭います。トゥ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 二発目もお見舞いしたい。多分ね、あっちか持ってんじゃないかなと思うんだよね。ごめん、持ってなかったわ。そして届、ちょっと待って、なんかいたぞ。まあ、ここでもうお前と、交わることはないから、どこ行ってんの？あ、お魚さんだ。お魚さん。ジャブジャブ様に入るためにあいつを使わなきゃいけないんですよね。はい。ゲームは違う。でもまあ出してるメーカーは一緒だから多分同じような魚の形してんじゃないかなって思うよね。まあこの2年後にさ、時のオカリナが発売されてるわけですからね。多分そのシステムあるんじゃなかろうかと思ったり、怖い、チョロプー怖い。こいつら倒しても倒しても一生無限に出てくるんですよ。怖い。そうじゃない。飛んでぴょー、飛んでみせろ。はい。根性見せろ、気合入れろ。ヘイホーを踏んで。よし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 
ミコロコロ、どこまで行くの、さよならバイバイ、くる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 。あ、あ、ちょっと俺今いいこと思いついた。さっちゃう。でももう多分ヘイホー出てこないよね、このステージはね。あ、じゃあもうヘイホーつくか。よし、ヘイホー捕まえてゼンマイ巻いて左手の皮をぶち破ってお豆作っちゃってさ、そのまま回しちゃえば、あー
爆発物陳列者が私のことを追っかけてきます。そんな熱烈なファン私にはいらないです。と私はただの帽子の抜けたハゲ親父です。ハゲてはない、安心してハゲてないですよ。ちょっちょーちょろちょちょろちょっと、で橋の上から見渡せばってことは橋の上まで行っちゃいましょうということなんですけど、ボムトリオキング隊交通事故保険に入っててよかった。本当入った記憶ないけど、そうなんだよ、僕がん保険とかね、一応生命保険、まあ万が一死んだ時のあの食いぶちがなくなったらね、まあ貯金程度じゃさ、多分嫁さんっていうか、まああの子供の財産、子供大学にまで行かせる金で終わりそうな予感がするから、そう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 、一応ね子供が多分ね大学、ああちょっときついか。ねえ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 、帽子ないの？あいつかぶってたよね普通にね帽子。ほっか、なんかヤッフーで飛べばさ、これこそ木のレベルでこんな難易度の高いゲームをやらせるんじゃないよ。じゃあ自分でゲームを選択するんじゃないよ。さっさとやるよ。はい、クリアします。しましたでした。ということで、よいしょ。あー嘘やろ、そんなことある。 Fly the way。 チャ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 、マンマミーヤ、チャ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 ラパピ、ドゥルドゥ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 、ヤッフー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 グーグルアップルてってちゃちゃちゃらちゃちゃちゃらちゃらちゃ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 ピピピキピピーというとここっち、あーちょっと待って、ちょ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 、爆発物陳列剤ボムトリオ3、トリオも3も同じ意味だ。はい、ぴょん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 、オッケー。そしてこのまま行こうぜ。ああれ待って、何か壁に阻まれた気がするけど、そんなことはきっと気のせいでしょう。そう、これをすればそこからあの赤ボム兵によるボーンって弾き飛ばされなくてもこれでオッケーっていう話なんで、オッケーオッケーオッケー。ぶっ飛び離れキノコってぶっ飛んでないんですよね、くるくる回ってただけなんですよね。うーぜーうー、ちょっと待って、回りすぎて吐きそうになってますって、そんなちょっとクソみたいな演技じゃないな、ここはいいや。チビデカキノコ、違う、チビデカアイランとかね。そうで、中ボスが出てきてたはずだから、その中ボスをぶちのめしに行きましょう。うん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 、はなちゃんの赤コインじゃなくてはなちゃんを倒しも、あれとかもう、まあ、ここも4つも取ってたんだ。へえ、やっやっ、オッケー、よし、ちゃ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 、あぶれ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 、引かれるところでしたと。違う違う違う、こいつはよいしょよいしょ、ほほー、あ、これはさすがに登れないか、ほっ、あ、無理だね、なんかとんでもないこと起こってる。ピッ、あ、一応1コインになるんだお前ね。よいしょ、これがね、ちょっとでもね慎重に歩いていかないと滑るかなって思ったらまさかの落ちる方になってしまった。これが逆ムーンウォーク。なんかさ、あのムーンウォークの進化系みたいなやつでさ、やってたやつあったじゃないですか。なんだったっけ、なんかあの横にスライドしてた、スル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 していくやつ。あれやってみたんだけどね、おっさんには無理だった。はい。今にさ、100年時代と呼ばれてる中でさ、31歳とか32歳ってさ、おっさんって言ったらやっぱ殺されんのかな。まあ、殺せるもんなら殺してみろって話なんだけど、いや、そんなこと言うとマジで狙われそうだからな、やめとこう。うん、殺さないでください。僕、人生まだあと70年生きたいので、うん、ちょっとプラスアルファの年齢で生きたいので、はい。よいしょ。ってことで、こっち行って、さあ、ブチギレハナちゃんのハナハナステープ。なんだ？あ、来た、金の天井はなくしてもいいでしょ。チュ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 ー。うんば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 、あ、ちょオッケー、水かけないですけどね、もう本当に怒ったでしゅー、ほい、よいしょ、つらんだまの動きだからな、難しいんだよな。あっ、ちょ、完全に怒ったです。どこ行った、あー、うわ、強っ、ちょ待って、こいつやべえぞ、うげー、
花やべえ、もうちゃんじゃねえよ、花さんだよ。えぐ、秒殺された、マジかよ。こん2発で死ぬやつに3発も攻撃当てなきゃいけないって鬼畜の商業じゃね。もっと難易度下げてくんなきゃ困りますです。うーわー、えぐかった今。いやー、マジで鬼畜の商業だね。えぐいし落ちていくし、よいしょ。ということで、ドゥルン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 ドゥルドゥルン。これ逆再生したらムームウォークになりますよ。まあ再生を再生って言っちゃったら、チュルチュルチュルンチャチャチャラチャチャン、ヒャウーテッ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 、よいしょ、オッケー。あ、ちょちょちょ、これがうまくいかないんだよな、連続かな。なんか紫小僧とか、お前そんなギリギリ行くくらいだったらもう落ちちゃえばって思うんですけど、そんなことはきっと気のせいでしょう。こっちに行きましょう。さあ、水をぶっかけられてブチギレ花ちゃん。花ちゃんね、ちょっとなんかもっと殺意を持ってこっちに向かってきてくれたらいいのに、殺意だけ持ってね、暴れ狂ってるからさ、マジで立ち悪いんだよな。おい、よいしょ、こう、でん、どこ行った？怖いんすよ、マジで。オッケー。え？あ、この攻撃はダメ？じゃあやっぱちゃんと潰さなきゃいけないのね。こっち、体のどこでもいいの？あ、ちょ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 。あ、ちょ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 。あれ、どこ行った？怖いんですよ、君。これあれかな、怒りメーター、ポケモンと一緒かな、攻撃をされて、怒りが溜まっていけばいくほど、攻撃力も上がっていくみたいな、最終力20のくせに、なんか最終的に120くらいまでぶち上がるみたいな、ぶち上がってきてるー！オッケー！オッケー、完全に怒っちゃったです。ほよいしょ、オッケー！あれなぜか言える、まあ空が見えるの悪くないです。夜にはいっぱい星が見えるしね。この星は返します。ああ、なんだか落ち着いてきました。あ、なに？神道を滅却すれば火もまた涼しいってやつか？怒り狂えばもう大丈夫だよって。で、ヒュー、え、かわいい。でも大丈夫？虫タイプのポケモンにさ、火を与えたら多分燃え尽きちゃうかもしれないんですけど。指？オッケー！よっしゃ！じゃあ、無事に花さんも倒すことができましたので、はい、一旦ね、このパートはね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、残り10枚を手に入れるところまで、最後まで、必死にもがいて頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンお願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。おっちゃんでした。さよなら。バイバイ。